これは、吉田松陰誕生の地と書いてますね。そして桜がほんのところはきれいに満開咲きますね。そしてこちらが高杉晋作草庵跡地顕彰碑となってますね。草庵か、草庵跡地。そしてこちらに、吉田松陰の墓、それから門弟の墓があります。これなんだろうな。ちょっとまず安城町に行きましょう。こちらに行きますと安城町ですね。今日は天気がいいんで、ここで花見ができますね。そしてこの下はちょうど萩市内が一望できます。綺麗だな。吉田松陰誕生の地。吉田松陰は誕生の地は吉田松陰実家杉家の旧宅地である。吉田松陰は1830年8月4日にこの家禄26国ですねの杉百合之助の次男としてこの場所と。寛永元年1848年に転身するまではここで居住していたと。そして30歳で継承を取ります。ここにだから杉家の実家があったんですね。そして、杉家の松陰誕生の地ですね。こういう間取りは納屋台所、今表座敷など隠居部屋、こういう感じですね。今日は光の関係がね、素晴らしいから。これが吉田松陰先生誕生の地とありますね。日本の明治維新、近代化を成し遂げた明治維新の革命家ですよ。革命家吉田松陰の誕生の日です。吉田松陰が、日本の最初の民主主義者と、民主主義者、民主主義、日本を作ろうとした近代国家民主主義、日本を作ろうとした、先駆者と言ってもいいと思いますね。この人がね、吉田松陰、吉田先生、武勇の井戸。ああ、いいね。僕も阿武郡小学校職員一同と。これはこの井戸でね、当時なんか水道なんかないですから、この井戸で産湯を使ったと。ああ、いいとこだね。
もうただでさえ病人の世話で大変な若いお滝さんにね、それ以上の苦労はかけられないし、どっちにも7人のお母さんにあるぐらいだから、どんなに大変だったか、もう食べるものだってね、お金を出して買うんじゃなくて、畑で本当に切れたものとか、そのためにはもう朝晩まですっごく大変なものをしたんだろうけれども、それだけはどうぞ私のものを聞いてくださいって頼むことで、そしてね、夫に許されてね、出たからダメだ、それ以上あなたの仕事が増えるのもね、大変だからダメだっていう、どうしたら